イスタンブールの公共交通網では、トルコ最大の都市であるイスタンブールを網羅する公共交通網を記す。イスタンブール公共交通路線図1イスタンブール公共交通路線図2地下ケーブルカーのフニキュレル、アジア側の路面電車市内交通として、地下鉄、トラム、ケーブルカー、近郊電車、シーバス、シーバスなどが運行されており、急ピッチでインフラ整備が進められている。 トルコ国鉄の近郊電車の駅である、イェニカブ駅には、M1 号線と M2 号線の乗り換え駅が開通し、駅舎は改築され3路線の乗り換えが可能な一大ターミナルとなった。19世紀に作られたトラムは、アジア側でも、ヨーロッパ側でも一旦廃止されたが、その後、新型トラムが建設された。ヨーロッパ側の旧市街地と新市街地を結ぶ地区には、 最新鋭のトラムが運行されている。さらに、郊外へのビルは全線専用軌道で、近く間が多く、プレメトロ、ライトレール路線とされる。また、新市街のイスティクラール通りには、ノスタルジックトラムが、アジア側のカドキョイ地区には、レトロタイプのトラムが廃止された軌道を復活させた、観光用として、復元運転されている。t 1 5線。1992年に完成。 2006年に T2 号線として延伸。総延長 18.5km31 駅。新市街と旧市街を結び、シルケジ駅、アクサライ駅、ゼーティンブルヌ駅等の交通拠点や、イスタンブール歴史地域等の観光地を通るため、観光利用客が多い。T1 号線の路線図欧州側の新型トラム、ボンバルディア車両の新型トラムアルストム車両の 新型トラム1アルスト無車両の新型トラムに、ノスタルジックトラムと呼ばれ、1990年に復活した旧式タイプの路面電車でヨーロッパ側の新市街を走る。単線である。ノスタルジックトラムと呼ばれ、2003年にアジア側に復元された観光用の旧型の路面電車である。T4 号線の路線図地下を走るライトレール T4 号線。 ライトレール T4 号線のエダーネクップ駅、ライトレール T4 号線の車両 T4 号線はトップカップ駅から分岐する路線で2007年に完成。2009年にトップキャップまで延伸。総延長 15.3km22 駅。運営するメトロイスタンブールはこの路線をトラム路線の T に分類しているものの、全線が専用軌道であり、半数近くが 地下路線となっているため、トラム路線としてよりは、ライトレール LRT 路線と扱われることが多い。イスタンブール地下鉄の M1 号線と M6 号線も、ライトレール路線である。地下ケーブルカーが2路線ある。下1号線は2006年に完成した、トラム駅やシーバス駅からタクスイムまでを結んでいる地下、ケーブルカーで、踏み切れると言われる。海2号線は、トューネルと言われ、 オスマン帝国時代の1875年に開通した地下を走るケーブルカー。世界2番目の地下鉄とされることもある。近郊電車近郊電車トルコ国鉄により、シルケジ駅とハイダルパシャ駅からそれぞれ以下の2路線が運行されており、丸まらい計画の完成により、両路線が直結した。b 1号線はシルケジ駅、ハルカル駅の路線である。 B2 号線はハイダルパシャ駅ゲブゼ駅の路線である。マルマライはハルカル駅ゲブゼ駅の路線で2013年10月29日にマルマライ海峡を通る総延長 13.6km に及ぶトンネル区間が完成し、アジア側とヨーロッパ側が鉄道で結ばれることとなった。海底トンネル前後の新線区間は地下鉄となり、三つの地下駅と一つの地上駅が 設置され、7 6 3トルの路線となった。アジア側のカドキョイ地区からボスポラス橋を通って、アタチュルク国際空港のさらに西を結ぶ連接バスが、専用バスレーンを使って運行されている。海峡連絡線海峡をまたいで、アジアとヨーロッパに分かれた町であることから、海上交通網が極めて発達しており、百三十七年以来、連絡船、フェリーや、 高速のシーバスは市民の欠かせない足となっている。アジア側に居住している人も通勤先はヨーロッパ側が大半だからで両岸に設置された多くの桟橋の間を人々が行き交う。これらは現在イスタンブール海上バスによって運行されている。海上からは世界遺産の建物群やボスポラス橋などが眺めることができるため、 遊覧船の代替に安価で乗船できる乗り物として観光客の乗船も多い。船内では0.5リラで名物の紅茶の販売がある。イスタンブールではバス、ケーブルカー、地下鉄、通勤列車、フェリー、路面電車で共通して利用可能な IC カード、乗車券、イスタンブールカードを2009年より順次導入している。これより以前には アクブルというプリペイド式のコインを使用していた。ドルムシュと呼ばれる乗り合いタクシーが広く市民の足として使われており、市内を細かくカバーする路線網が引かれている。ありがとうございます。